だね。こいつを食らいな。避けた。反撃だ、反撃しろ。笑わせてくれるね。こっちだ。総員、対衝撃準備。損傷状況を報告しろ。4ベクターブースター機能不全、機関砲および艦載機はアクティブです。ダルサ、エドガー、散開して警戒を頼む。キン、UNF と連絡を取ってくれ。敵さんのお出ました。サンダーボルト、迎撃する。救難信号を発信しました。各機、援軍の到着まで輸送機を守れ。UNF から応答は？ダメです。全ての二次回線がジャミングを受けている模様。権限を私に。手動で操作する。また来た。今度はロボット軍だ。すまん、調整にちょっと手間取った。俺も戦闘に参加する。気合い入れろ、守り抜くぞ。中断しました。緊急事態だ。お前らのメカを少々借りるぞ。何事だ。ヒルナ中尉が予備機にて離脱。まずいな。タレサ、早くヒルナ中尉を連れ戻せ。了解した。
町の状況も芳しくないな。市民の皆さん、直ちに最寄りの避難所へ退避してください。ドーンと派手にぶちかましてやる。民間人への無差別攻撃だ。戦況の混乱が目的か。助けてくれ。ここから出られないの。お待ちください。アイラタニア・キルナ注意。まだ追ってくるか。お戻りください。俺たちも任務を遂行しなければならない。任務？私にも私の任務。あなたたちの賞金ごっこに付き合ってる暇はないの。待ってください。
インターステーションへ接近中。
てずに順番を守って乗車してください。ここを全部爆破しろ。あっての物種だろうが、あのメカ身を挺してまで私たちを守ってくれた。敵軍が再び攻撃を開始。やはり狙いは情報センターか。ひどい敵の砲撃だ。近くで単独行動中のメカを見なかったか。シェパード型だ。シェパード？情報センターへ向かう消えなら見かけたが、それが何かまでは。分かった。感謝する。速報が激しすぎる。情報センターは持ちこたえられるのか。そこのメカ、増援部隊か。自分はハードコアディフェンス社に所属している傭兵だ。今は UNF の依頼で動いている。誰か情報行動部所属のキルナ中尉を見かけなかったか。今はそんなことはどうでもいい。敵軍が集結しつつあるんだ。
間もなくここは地獄と化すぞ。敵襲だ。戦え戦え。たとえ自分一人になっても戦い続けてやる。しばらく情報戦闘も安全だな。傭兵、お前が探している情報部員は私から現状確認した後、すぐさま行政区の避難所へ向かった。後だぜ。ここで好き勝手させん。あったった、こいつはびっくりだな。あれが一丁上がりだよ。あれは俺たちの輸送機を襲った飛行型か。ほう、まだネズミが一匹残ってるようだね。お前らに任せたよ。こいつも俺の獲物だぜ、フランツ。そいつは兄貴の腕前次第だぜ。目障りな虫けらめ、死ねよ。仕事を優先せにやだ。こいつに絡んでる暇やねえ。引くぞ。市民の避難者隊は前方の市街地を通過する必要がある。だが敵軍の砲火がまだ絶えん。我々は車体を守りつつ戦闘区域を切り抜けねばならない。ドローンはこっちに任せろ。車体はこのまま前進。敵の砲撃だ。
対空砲火が激しい。ジャミングフィールドか。操縦不能、操縦不能。敵軍はこちらの混乱に乗じ多数の対空拠点を設置しており、速やかに排除する。こちらも行くぞ。避難所の中に入っていくのを見たぞ。エドガ、外の守りは任せた。俺が中に入って彼女を探す。ちょっとタンマ、敵機高速で接近中。カズは3。ああ、まだ2機残ってやがるな。よ、姉御、こいつはさっきの青ネズミじゃねえすか。じゃりガキどもめ、この私が直々にチームプレイってやつを教えてやるよ。ルキーニ、フランス、行くぞ。おうよ、姉御。ちょっと下がらせてもらいますよ。こいつらやりやがるね。だがフランス、ルキーニ、あれをかけるぞ。合点承知。
私はやるじゃないか。シールド展開。私の EMP だって奴のシールドを無力化する。援護空襲かい。ならばこっちはドローンで迎撃するまでよ。早くアラドローンを排除。ドローンを排除。よくやった。畳みかけるぞ。残存勢力の殲滅を確認。防衛線を敷け。警戒を怠るな。スティールドーンは撤退し始めたか。あれ、あのバスは。エドガーお兄ちゃんだ。お兄ちゃん。お、エイリーじゃん。おーい、エイリー。地雷、気をつけろ、エドガー。エイリー、嫌だ、そんな。くそ、くそ、くそが。なんでだよ、なんでこうも罪のない人たちまで死ななきゃならないんだよ。エドガー、落ち着け。落ち着けるかよ。タルサ、地位はお前に任せた。俺は今すぐあのクソどもを始末してやる。おい、エドガUNF 総員に通達。今現在、火星地表のコロニーフェルメルサーが大規模攻撃を受けている。ユグドラセリはすでに陥落。敵軍の兵力は凄まじく、防衛部隊だけでは歯が立たない。至急増援を求め。